やっこもシャチです。どうもシャチです。どうもシャチです。せーの、シャチにして。せーの。せーの、どうもシャチです。イエーイ。ということで、今日はですね、チーク菓子を本気で作ってみよう。イエーイ。かわいいピザパーティーね、ピザパーティー。ちょっと待って、これしか知らない。それなんかさ、ねるねるねるねだよね。ねるねるねるねで育ってきたけど、こんなにいっぱいあるんだ今ね。いっぱいあるの。大好きなお寿司屋さん、これ狙ってるの、密かに。難しそう。よく作りました。てか私、試食ねるねるねるねだった時あった。マジ？最近よ。最近、うん、結構行ってたよね。え、じゃあ最近食べてたってこと？いつも本気で作ってる。うん、いつも本気で作ってる。こっちも気になるよ。そう、こっちだってドキドキスライムと香りラボってちょっとね、自由研究か、ね。これ作ったことある。え、そう、あるんだ。お祭り屋さん、でもね、難しいよ。ゆずきやった方がいいんじゃない？こっち。え、難しいな。あ、頭が活性化した方がいい。そうそう。まあ、今日は、まあ、せっかくこんだけあるんで、あの好きなの選んでちょっと作って、2人1組で作っていこうかな。ね、どういうペアにしますか？どういう感じでいく？グッパする。いや、グッドパーの揃い。揃い。おー、揃った揃った。ゆずきどれでチークしようかな。難しいやつちょっと選ばせてもらうわ。さっきに選んだ。ママ、はい、あ、そんな6個から選ばせてくれるの？もちろん。でもこれはゆずきもお手のものだよ。そうでしょ。え、じゃあこれにしよっかな。あ、ほうちゃんのやつ。そう、お祭り屋さん。難しそうだもんね。うん、何する？何が気になってる？どっちも気になるよね。お寿司屋さん決めるならお寿司屋さんやりたいかも。じゃあお寿司屋さんにしましょう。いい？よし、じゃあ楽しいお祭り屋さんと、はい、楽しいお寿司屋さんで楽しいわね。やっていきます。やっていきましょう。開けます。はー、どーん。うわ、かわいい。これも使うんじゃない、もしかして。うん、ハサミ必要。本当だ、ハサミがいるね。この子はネルル、この子はネルネ、ネルルとネルネです。ネルネ、ネルル、ネルネ、ネルル。よしよし、よし、開けました。だーん、めっちゃ入ってるね。めっちゃあるね、うん。これは難しい。はい、2杯の水とリンゴ飴の素を入れ、リンゴ飴の素先入れちゃう。はい、リンゴ飴の素はどれですか？これね。じゃあそれを入れてください。もう結構リンゴの匂いがする。うん、入れます。はい、あ、ピンク。じゃあお水を入れましょう。入れましょう。2杯同じやつで、お米がついてますが、いいでしょう、いいでしょう。うまみ。怖い。怖すぎる。はい。30回混ぜ合わせます。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。これゴリゴリ。はい。そしたらリンゴ飴型に入れます。すぐにだって。これですね。あ、すぐ。丸いところ。これむずいよ、だって。あ、ね、めっちゃうまい。うまい。すごいリンゴの匂いしません？うん、する。お、いい感じ。じゃあそれを10分待ちます。これ入れていただいて。はい、交代。はい、交代。ネルルとネルネです。あ、かわいい。あ、盛り付けるんだ。これ高そうなお皿じゃない？これ高い。こっち安いです。そう、多分100円、200円、320円。あ、高い。これ多分500円。高い。紫高いよね、やっぱ高貴な色だからね。じゃ、大雑把な性格はちょっといかん。そうだよ、ほうちゃん、大胆な性格は抑えて。はい、抑えます。あ、ちょっと、あ、いいね。いいね、いいね、いい感じ。取れ、けー、参加者の話って結構入るんだ。多いね。
混ぜます。混ぜてください。いい香りしない？うん、する。まとまるまでよく混ぜます。あ、ご飯が出来上がってきました。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。お待ちを。卵の素。はい、卵の素。素入れます。じゃあ水を入れます。あ、黄色だ。黄色です。同じやつで使って。米がついてますが、いいでしょう。いいでしょう。卵3分待つと固まるそうなので、よく混ぜたら平らにしてくださいということです。固まるけ。あ、大胆な性格が出てる。ここ多分、これは横はマグロのゾーンに卵の黄色が進出してるよ。それも美味しそう。舐め絶対吸い取ろ。なんかおうちゃんがやらかしたっぽい。マグロのとこに卵入れたの。ダメだよ。卵の赤じゃないとダメなんだから。続いてその間にマグロを作ります。はい、じゃあマグロいきます。はい、濡らして。濡らして。続いて。いいよ。楽しいんだけど、こういうの。いいね。塗りはこれだけでいいのかな。はい、それだけです。はい、それをこの大きさガイドの幅に伸ばすそうです。はい、あ、なんか、あ、いいんじゃない。楽しいね。いいんじゃない。ねえ、どうでしょう。海苔、ね、のりだ。こりゃのり。適当。すごい。適当に。本当に大丈夫。じゃあ樹脂交代する。交代しましょう、この辺で。はい、私はじゃあイクラを作ります。いい、ね、楽しそう。ポテト1個ずつ切っております。これ一番楽しい作業かも。嘘。すごいすごい、イクラ混ぜてる。